人が増えると楽しいけど、限度ってもんがあるだろう。質問攻めにされるとさすがに疲れた。ここなら誰も来ないだろうし、ゆっくりできて落ち着くぜ。ラージュ、ここにいるの？今の声はアム？いた。ひどいじゃないラージュ。え、何がひどいんだよ。抜け出すなら私にも声をかけてくれたらよかったのに。あなたが途中でいなくなったせいで余計に質問攻めにされたのよ。それは悪かったけど、どうしてあんたがここにいるんだよ。私も懇親会を抜け出してきちゃったの。人がたくさんいるところは苦手なのよね、私。あなたも人に当てられて逃げてきたんでしょ。わかるわ。私も一人でのんびりしたいときは自分の家の屋根の上に登るもの。そうなのか。ええ、少し違うけど、ここから眺める景色は最高だもの。だったら自分の家の屋根に登ればいいじゃないか。うん、そうなんだけど、ここに来たのはあなたと話をしてみたいって思ったからなの。俺と話を？ええ、顔合わせの時に少し話をしただけだったから、ゆっくり話をしてみたいなって。それでわざわざここまで来たのかよ。俺がいなかったらどうするつもりだったんだ。イスとの話を覚えてないの？私たちは同じような生活をしていたのよ。自分の行動パターンを分析すればだいたい居場所もわかるわよ。行動パターン筒抜けかよ。怖いな、おい。まあ、いなかったらいなかったで帰るだけだったけどね。それにしても本当に似てるのね。家の形も屋根に登る方法も。そうなのか。俺と同じような生活をしてたってことは聞いてたんだが。まあ、相棒まで見た目がそっくりだから、その体内の街も建物も似ているのでしょうね。そうか、俺たちは何から何まで似てるんだな。でもよかったぜ、アムがいてくれて。え？ちょっと、いきなり何を言ってるの？ほら、出会うまで俺たちはずっと一人ぼっちだっただろ。この世界には俺しかいないのかって寂しかったんだ。そうね。私も他に人がいないのが気になってた。アムがいてくれたおかげで俺は一人じゃないって分かってすごい嬉しいよ。ありがとうな、アム。何お礼まで言ってるのよ。私だってあなたに会えてよかったってそう思ってるわよ。なあアム、握手していいか？めんどくさいわね。どうしてあなたと握手なんか。いいじゃないか、せっかく同じ境遇の仲間と出会ったんだ。よろしくってことでさ。握手ね、ちょっとだけならいいわよ。ああ、よろしくな、アム。ええ、これからよろしくね、ラージュ。って、ちょっとラージュ、力込めすぎで痛いんだけど。ああ、ごめん。一人じゃない、そう思ったら握った手に力が入ってしまった。
なあ、アムはイストのことをどれくらい知ってるんだ？イストのこと？そうね、私も彼のことは気になるけど、うまくはぐらかされてる気がするのよね。はぐらかされている？そう、彼って必要以上のことは話さないじゃない。多分隠したい何かが彼にはあるんだと思う。それが私たちにとっていいことなのか、それとも悪いことなのかはわからないけどね。そうか、ただ単に無関心なだけだと思うな、俺は。ラージは楽観的すぎるわよ。アムは違うのか？私はすぐには彼を信用できないわ。今回すごくイストに助けられたのは確かだけど、彼が本当に信用できる人なのかはっきりしてないもの。彼を信用するためには何か安心できる材料が欲しいわ。そんなこと言われてもな、イストと出会ったのは絶死壁が崩れてからで、そんなに長い付き合いじゃないからな。そうよね、イストって何者なのかな。もしかして俺たちの親だったりしてな。だとしたらいろいろと嫌なんだけど。私たちが生まれてからかなり経つけど、ずっとほったらかしだったし。いや、一概に放っておかれたわけでもないんじゃないか。どうしてそんなことが言えるの？俺たちの相棒がそれぞれリンネの分身だったら、あいつの指示でやってきたに違いないと思うんだ。それってつまりずっと監視されていたってこと？そう思うとゾッとするんだけど。見守ってくれてたって思うぜ。少なくとも相棒がいてくれたから俺たちは今日まで寝るところに不自由せずに済んだんだしさ。でも絶死壁で閉じ込めたりもしていたのよ。危ないところに出ていかないようにってことだろ。どうしてアムはそこまでイストを疑うんだよ。そんなこと言ったって仕方ないじゃない。私こういう性格なんだもの。そうかもしれないけど、疑ったらキリがないだろ。アムが気にしすぎてるだけだって。そうかしら。実際助けてもらってるんだし、敵意を向けられてないなら現状味方で間違いないさ。そうかもしれないけど、なんだか釈然としないわ。何か言ったか、アム？なんでもないわよ。イストの目的が何なのかは不明だけど、今の彼の行動から味方なんじゃないかと思う。俺たちはそう結論付けるしかなかった。
いろいろなことがあったわね。ああ、初めてマグナたちに会ってからここまで冒険続きだったからな。みんなに出会ってからここまで来る間に私たちは変われたのかな。少なくとも俺は料理の腕とアウトドアの知識は増えたな。何それ、そっちではアウトドアにハマってたの？アティがアウトドア教室をしてたんだ。おかげで今なら遭難しても自力で生き延びられそうだ。それはまた楽しそうね。ああ、みんなで料理を教え合ったりして結構楽しかったよ。そう、私って貧乏くじを引いたのかしら。私なんてまとまりのないメンバーに振り回されてばっかりだった気がするわ。カシスにはもっと愛想よくしようよなんて言われ続けてたし。そうなのか？今のアムからは想像つかないな。もし今の私が以前よりも良くなったって言えるなら、多分ラージュやみんなのおかげなんでしょうね。ありがとね、ラージュ。ああ。何よその顔は。いや、いつものアムと比べると随分素直だなって思ってさ。失礼ね、私が素直になっちゃ悪いわけ？二人っきりの時くらい素直になってもいいでしょ。いや、そうだな、素直なアムも時にはいいもんだ。とうとう最後の戦いなのね。ねえラージュ、私たち本当に消えずに済むのかな。君たちを消させないってイストは言ってくれたけど、具体的なことは教えてくれなかったじゃない。それがすごく気になって仕方ないのよ。ラージはどう思ってるの？そうだな、あいつの真意は分かんないけど、多分具体的な方法なんてないんだろうな。フィルージャも俺たちも同じ、借り物の記憶によって生じた存在だろ。この世界が消滅して俺たちだけが消滅しないなんてありえないよ。あの時それを感じたからアムは必死に抗ったんだろう。ええ、本当は分かってるの。多分私たちはこのまま消えるんじゃないかって。でももう取り乱したりはしないわ。みんなが私たちのことを大切な仲間だと思ってくれてるって分かったから。ああ、みんなが俺たちのことを自分のことのように悩み苦しんでくれてる。俺たちに救われる道を探そうと言ってくれた。それだけでもすごく救われた気がしたよ。でもね、私にとって一番救いになっているのはラージュが一緒にいてくれることなんだよ。怖くて逃げたくなった時はいつもラージュが支えてくれてた。前向きに立ち向かうラージュを見てると安心できる。奇跡を信じてみたくなるのよ。それは買いかぶりすぎてるよ。怖いのは俺も同じさ。みんなと積み重ねてきた思い出が消えるのが怖い。今日まで気づいてきたつながりを失うのが怖い。そんなところはアムと何も変わらない。
そうなんだ。でもさ、俺自身が消えるよりも思い出やつながりを失う方が怖いんだよ。だから俺は立ち向かおうって思うんだ。戦いから逃げても消えるか食われるかしかないのなら、最後の瞬間までみんなと一緒にいたいんだ。俺たちが消える運命から逃れられないなら、残される仲間たちのために何かをしてあげたいんだ。そうね、私もそうしてあげたい。自己満足だって言われてもいい。戦いの果てに何があったとしても、悔いなく全力を尽くすことができれば、笑って結果を受け入れることができるんじゃないかって、そう思うんだ。ええ、きっとそうね。私もラージュが言った通りだと、そう思いたい。だから私もラージュと一緒に頑張るから。ああ、そうだな。戦いの果てにどんな未来が待っていたとしても、二人で一緒に受け入れよう。そのためにも全力を尽くしましょう。結果のすべてを笑って受け入れられるように。それでなんだけど、最後に一つ頼みがあるんだ。最後に頼み事？一体何をしてほしいの？ラージの頼みなら何でも言ってよ。握手してくれないかな。こう気合を入れるためにさ。え？嫌だったらいいんだぞ。おかしいかよ。そうじゃない。初めを思い出しただけなの。そういえばここで最初にしたのも握手だったなって。そういえばそうだったな。ラージュらしいわ。あなたのそういうところ私は嫌いじゃないよ。最後まで頑張ろうね、ラージュ。ああ、悔いが残らないように頑張ろう。ありがとう。君と出会えたことが自分にとって何よりも救いになってる、そんな気がするんだ。なんだ？私たちの体が光ってる。帰る時がやってきたんだね。そっか、リーンバウムに帰っちゃうんだよな。悲しいけど笑顔で送り出してあげよう。当たり前だろ。ラージュ、アメ、二人が消えなくて本当に良かったよ。これもイストのおかげだね。いや、この世界の管理者である私もまだこの世界の一部なんだよ。例外じゃないんだ。イリデルシアが消滅すれば私もまた力のすべてを失って消滅してしまう。だからイリデルシアの死とともに私たちは消滅する。まさか二人ともそれを承知で？黙っててごめん。みんなを悲しませたくなくてごめんね。これは私たち三人で決めたことなんだ。そんなの聞いてないよ。私何にも聞いてない。どうして言ってくれなかったんだ。俺たち仲間じゃなかったのか。仲間さ、これからもずっとね。魂に深く刻まれた思いは決して消えないでしょ。ありがとう。本当に君たちと出会えてよかった。俺だって絶対に忘れるもんか。ありがとう。ありがとう。ラージュ、ラージュ。ラージュ、もうやっと起きた。あれ、アム、どうして私たち消えなかったの？
嘘だ。本当だってば。ほら、周りを見てみてよ。ここは俺たちがいた世界。そう、フィルージャ。この草の香りや風の感触、本物でしょ。本当だ。俺たち生きてるんだ。やった、やったぞ。うん、やったよ。嬉しいのはわかるけれど、はしゃぎすぎじゃないか、二人とも。あっ、ごめん、つい嬉しくて。ううん、私の方こそ。あ、でもイスト、どうして俺たち消えてないんだ。本当ならこの世界と一緒に俺たちも。ああ、本来ならこのフィルージャの崩壊とともに我々のクリプスもほどけてバラバラになるはずだった。でも今の私たちを形作っていたのはもうそれだけじゃなかったんだ。どういうこと？君たちが何から生まれてきたのかは覚えているかい？リーンバウムに住む人々の記憶の断片だっけ。ってことは私たちみんなの記憶で。そう、彼らがここで経験した私たちとの思い出が彼らの中に記憶として残ってくれているからだね。魂に刻まれた思いは決して消えない。やっぱり本当だったんだ。みんなとの絆、信じてよかった。じゃあこの世界が崩壊しなくなったのも俺たちの存在があるからなんだな。正確には申請したみたいだね。私たちの記憶をもとにしてほころびかけた世界が再編されたんだよ。イリデルシアの支配から完全に解き放たれた形でね。それじゃあこのフィルージャはもう他の世界を食らって成長する必要はないってこと？その通りだよ。新しい世界を誕生させてしまうなんて、思いの力ってすごいんだな。まさに奇跡ね。本当に彼らと出会ってから驚かされることばかりだ。俺たちみんなに出会ってからここまで変われて、そして生かされて、本当幸せだよな。ええ、一生かけても返せないぐらいの贈り物をたくさんもらっちゃったね。みんな今頃どうしてるんだろうな。見てみるかい？え、そんなことが可能なの？だってみんなはリーンバームにいるのに。どこにいたって一緒さ。ほら、あともう少しか。お芋たくさんできたね。今回のお芋は色も形も良くて上出来です。たっぷり愛情を注いで育てましたから、きっと美味しいですよ。ああ、食べるのが楽しみだな。でもさすがに俺たちだけでは食べきれないし、ミモザ先輩たちにもお裾分けしてあげよう。それはいい考えですね。では、日が暮れる前に全部収穫してしまいましょう。よし、気合い入れて残りも頑張るか。お兄ちゃん、ほっぺた。ん？あ？なんだよ。ついてるよ。あ、何が？土ですね。なんだ、最初からそう言ってくれれば。これで取れたかな。もっと広がったね。子供みたいですよ、マグナ。もういいよ、このままでも。はい、お兄ちゃん、この手ぬぐいで拭いて。ありがとう、マサ。マグナったら。いや、ずっと働きっぱなしだと腹が減っちゃって、そろそろ我慢が。もうすぐ
そうだな。今夜は何にしようか。な、ラジは何が食べたい？え？マグナ、それはどなたですか？ハサハ、ラジ、知らないよ。あれ？誰だろうな。思い出せないや。お兄ちゃん、しっかりして。ごめんごめん、アーサー。やっぱり俺たちのこと覚えてないんだ。きっとこの世界を構築するために彼らの記憶が犠牲になったんじゃないかな。それって私たちを生かすために？彼らは私たちの身代わりになってくれたんだ。ここでの思い出が思い出せなくなってしまっても仕方のないことなんだよ。いいさ、それでもみんなと過ごした楽しい日々はちゃんと俺たちの中で生きてるんだからさ。ああ、そうだね。リーンバウムのみんなが元気でよかった。俺たちのことを思い出せないとしても、もし心の片隅に心配する気持ちがあるとしたら、どうか安心してほしい。俺たちはここでこうやって生きているから。みんなの思いからできたこの新しい世界で俺たちは懸命に生き続けるよ。そしてまたいつか会えるって信じてる。俺たちの絆は永遠だ。そうだろ、みんな。それまで元気で。またな。